最終日はベランダも掃除するんですね。そうですね。綺麗で気持ちいいですね。そうですね。爽やかですね。そうですね。それは何ですか？色ですか？ちゃんと入ってないんで、色が。あの養生で多分、はい、取れちゃったのかな。これ後で手直しするように貼っとくんですね。分かりやすくするために。そうですね。タイミングがバッチリですね。今。塗らないもん。塗ってくださいよ。塗ってください。何するとこですか？はい、一回ちょっと立ったんです。付け直しです。あ、外したものを、外したもの、外した配線を付け直すところ。そうです。なるほど。何でついてくんの？え、撮影ですよ。最後汚れてるところとかを回って塗っているそうで、観光チェックみたいな時にやりますよね。一回なんか最後に村橋さんが最後に来て全部こうチェックして、なんか汚れとかが飛んでるところとかを呼んで職人さん、ここここここってチェックするやつですよね。みんな人間だから、はい、忘れるところもあるから、はい、違う人に見てもらっている感じです。はい、そう。ただの雨が降って汚れと普通の塗料が飛んじゃったのとかって一瞬見分けつかないですもんね。そうですかね。真っ白ですね、ここの壁。これ何ですか？これ、それは自分はこれが超便利なんで、はい、こういうやつなんです。F プラグ、プラグが開く、あ、もう釘が抜けにくくなるってことですか？ビスが、はい、へえ。自分なんかのお仕事じゃないからね。そうですよね。すよ、最後にちょっと気になったところとかを皆さん、そう、やるだけで。なるほど。オーナーさんは嬉しいですよね。余計なこと知らない？ないです、絶対。いや、わかんないですよ。ここもまとめたんですね。そう、見た目綺麗になりますね、確かに。以上です。はい、配線を見た目も綺麗に。で、こことか本当変わりましたね。こういうことも最後の日はチェックしてやるんですね。そう、解体した完成したここのアパートを見るのが楽しみです。はい、今日もありがとうございました。